い、どうもピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースは if ゴール win イコール false カッコトロールって書いてるんですよ。 win イコール false っていうのは落ちたらゴールっていうことだと思うんですよ。このコース名から察するに、どこかしら落ちたらゴールがあるっていう感じだと思うんですよね。なんで今日はですね、急にゴールが来るかもしれないと思います。うわ、なんか初見殺しありそうだね。いや、ない感じか。ここは鉄球が落ちてくるだけでしょ。ナイス、これをしっかり避けてちくわブロックによって右に行きたいと思います。なるほど、バネを先に持っていかなきゃいけないんじゃないかな。いや、そういう感じだね。ここ登れないもんね。じゃあこの鉄球が右に戻ってくるのを待っておいて、バネを手に入れて進んでいこう。そしてここは跳ねて上に行っていい感じだね。さあ行きます。いいよ。うわ、この鍵絶対罠だと思うんだよな。頼む。ここにキノコが出てくるのか。それじゃあここは右に行ってキノコが手に入る、そういう感じだね。オッケー。でさ、バネを持って行った方がいいと思わない？さあ鍵の輪に入っていきましょう。このバネきっと必要になってくると思うよ。石おやじ。このバネを持っていくところまではね、絶対合ってると思うんだよね。そして四角の枠があったじゃん、ここに逃げておきます。それで合ってますね。ここでオンしますね。ほらほら、やっぱりここでバネを持ってくるのは正解だったんだ。さあパウンをするのか、それともかぶるのか。かぶって一旦右行ってみるね。それで倒れてくれ。よしよしよし、ナイス。今日はなかなか冴えてんじゃないですかね。ここで上、そして上、ダリじゃあ針の上から行くしかないよな。こっからジャンプ、オッケー、これで合ってるね。っていうかカロの方からも行けたんだね。さあキノコ出てきておくれ。うわそういう出方します。ちょっとオンして先見てみるね。なんなんだこのオンオフ。じゃあここはすぐキノコを取って、オンオフ、さっき2回ぐらい変わらなかったっけ。なんで何もしないで OK。 よしよしよし、合ってたね。それじゃあ次に進みますか。なんて書いてる、そのまま走ります。なんでここは走らなくてよかったっぽいね。なんで止まっておきます。そしたらどうなる。あれにキノコ、びっくりした。今これは取れるでしょ。さあどっちに行こう。上に行こうか。上に行った方がなんかリアクション取りやすそうなんで、こっち行きます。いや、こっちが正解っぽいな。大丈夫、頼む、正解で合ってくれ。合ってそうだね。ここで右に行けばいいのか。なるほど、ここで中間、うわ取らせてくんね。早く行けっていう感じだったんかな。ここ走って右行ってみるよ。早く中間ポイントゲッチ。ここは一旦右行って、ここで左に行ったら何か出てくるんだろうね。あの大砲、何バネ、あ、なんか左行けるようになってるよ。こっちの扉が正解なのか。なるほど、でジャンプ、うおー危ねこれで中間が取れるっていう感じか。どうもありがとうございます。中間ポイント1ゲットできました。さあここはもう右で走っていくね。うっそこれ絶対ダメなパターンでしょ。さあここはどういう死に耐久なんだろう。あ、この針に当たればいいだけ、楽勝じゃねえか。そんなの、全部のアイテムを避けながら、しかもブラッパまで出てきてくれたね。大丈夫、こんくらいぐらい余裕っていうことを見せてあげましょう。スターはいらねえ、どっか行っても、左にどっかやろう。もうこのスターたちどっかやっておこう、左に。大丈夫、頼む、早く、くっ、よし、一回当たれた、一回当たれたね。あと一回、この葉っぱが怖えここに隠れておいたら大丈夫なんじゃないの。で、葉っぱも取らないし、スターだけ避ければ大丈夫。そう、こういう感じで大丈夫だ。このまま2回目、よし、あと1回、はい、やったここ結構難しいね。いや、ドッスンが襲ってくると思うから、ここ絶対しゃがむよね。そして鍵を手に入れて、もう大丈夫大丈夫、オッケー、危ねえまた閉じ込められたと思いました。じゃあここは落ちたらゴール系でしょ。多分落ちるのが合ってると思うんだよね。頼む、ほら合ってる合ってる、そこまで落とさんでいい。ここ絶対下に落ちるところまで合ってたと思うよ。そしてなんか矢印があるじゃん、あそこ。なんか杭みたいなのが見えるんだよね。そこに飛び乗る、そういう感じだね。そしてリフトに乗った後ツタに捕まるね。ほっ、よし、合ってる合ってる。さあ次に進みますか。
で、ここで、あ、ゴール、あ、違う違う、ゴールじゃねえか、これまんまと騙されたぜ。ここになんかあんのかな。なんもない感じだね。じゃあ、上に進んでいきますね。危な、これ大丈夫、2つとも壊すところだったね。2つとも壊したら多分ね、やられてたと思います。ここは、バレ、大丈夫、なんかスムーズだね。ここはやられる要素があんまりない感じだね。今度こそゴールじゃねえか、うそうわマジかよ。え、ここは、うわ、あのバネが来るより早く土管に入らなくちゃいけなかったんだね。ゴールに見とれてしまったよ。ずるいよそんなの。それじゃあこの土管 T 入ったらすぐ左、よし、これで合ってるね。さあ次は第2のチェックポイントいただきました。で、あのドアに入るでいいのかな、それともツタに捕まる、どっちか。いや絶対ドアだね。ドアに入ります、よし。そんでチョロップ何もしない、オッケー、こういう時何もしないのが一番なんだよ。鉄則だね、トロールの鉄則で。ここで上に行って、あっつ、さっきと違うやんか。いやここマジでさっきと違ったんだよね。一旦ジャンプせってことで、ここでなんかブロック壊してくれんのかな。なるほど、これは分かんないでしょ。そこはさっきと違うやんか。それじゃあここは左の砲台乗ったらいけなかったね。なんで右の砲台に乗って、弾に乗って上に行きます。大丈夫、今引っかかったと思いましたけど。そしてドッスンがいるね。このドッスン左に行こうか、左にダッシュしていく、これで合ってるね。そして土管に入っていく、こういう感じでしょう。さあ上に行こうかな、で右にダッシュする、でキノコを取ってドアに入る、完璧すぎ、ナイス反射神経だね。いやえマジで戻されたの、なんか違うパターンなんじゃないの、こっから。あ、なんかさっきと違うパターンだ、あ、やっサーブで絶対やられたと思った、よかったね。っていうことはさっきの砲台、ここがもうゴールだったよ、頼む、やったはい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、目と鼻の先にはあなたがいる。説明文にクッパジュニアを倒せっていうことは書いてるんですよ。ただサムネを見て分かる通りね、クッパジュニアめちゃくちゃ狭い場所にいるよね。あれ2マス2マスしかないんだって。そんな狭い場所でクッパジュニア倒せるのっていう感じなんですけど、クリア率は 0.7%、 いかに倒すのが難しいか分かるクリア率だね。それじゃあ早速やっていきますか。あの狭い中で倒せっていう感じでしょ。さあ踏みます、いやちょっと待って怖いこれドア入ったらダメだよね。いや、 やっぱダメだと思うんだよな。じゃあ一旦踏んでスピンジャンプで乗り越える。うわやっぱ攻めえな、難しいぞこれ。もう一回やってみるね、もう一回やってスピンジャンプ、そうずっと乗っておけばいいんじゃないの、これでいいんじゃないの。やっぱ最後やられるんだね。っていうことはもうタイミングだね、タイミングさえつかめばいけるはず。ここでまず速攻踏んで、すでに左を振るでしょう。何秒で生き返るかだよね。13秒だね、13秒の時に一旦右で行こう。まず最初速攻踏みます、そこで13秒になった時にもうすぐ右に行く、ここあれ14秒、最初踏むのが早かったんだろうね。じゃあドアに入った瞬間踏めたら14秒だね。今みたいな感じだったら多分14秒でいいと思うんだよね。14、ここで右、13やん。それじゃあ13か14どっちかだね、もう運任せだねこんなの。それじゃあまず速攻踏めたから次は14秒と13秒の間ぐらいかな、ここぐらい来た。で次は何秒ぐらい、何秒わかんない、8秒ぐらいでいってみる、8秒ここ7秒ぐらいか。これ時間よりもさ、クッパが左右に動くじゃん、踏んだ時それ見た方が一番早いよね。なんでちょっとそれ見てみるね。1、2、3、4、5、6、7、7回目だね、左右に7回動いた時にクッパが跳ね上がるんだよね。時間見るよりこっちの方が良かったね。なんでまず最初踏んで1、2、3、4、5、6、7、あふん、違うのかな、さっき逃げるのが早すぎたね。もう一回ちょっと数えてみる、1、2、3、4、5、6、7、よっしゃ2回目、あと1、2、3、4、5、6、7、いやったゴールできました
これマジでめちゃくちゃむずいよ。ぜひもしこのコースする方がいればですね、7回戦法役に立ててください。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、多分ねすぐ終わるとは思うんだけど、このコース必要な甲羅はどれって書いてるじゃん。まあ単純に考えたらね、トゲネットであのブロックを壊してゴールっていうことだと思うんですよ。ただクリア率が 4% 台なんだよね。なんか訳ありだと思うんですよ。1面から離れたら着地しないでゴールっていうことはね、このトゲメットをジャンプしないで取れっていうことっぽいね。うわ、どうやってやるんだろう。このカロンの甲羅入ってみよっか。うわ、カロンの甲羅入って左行ったらかぶれるんだけど、カロンの甲羅って跳ねるじゃん。それでゴール条件なくなるみたいだね。じゃあカロンの甲羅ちょっと捨てておこう。でこのメットをかぶって取れんのかな。うわ、取れないけど下に行くね。あ、分かったよ。このカロンの甲羅は捨てて、このメットかぶるでしょ。そしてこのトゲどこ行ってんの。うまいぐらいでヘディングをかわしてしまいましたね。このカロンの甲羅捨てるじゃん。でメットかぶってトゲの方を落としてかぶる。あら、かぶれんね。かぶり直しできないんだね。うわ、どうしよう、分かんないね。カロンの甲羅は入って、この状態でメットとかこっちに来ればいいと思うんだよね。脱げればいいんでしょ。あ、わかったかもしんない。カロンの甲羅持つでしょ。でこっから左向く。そんで、あはははは、はえ、あのメット、ちょっともう一回やり直して、ここでゆっくりメットを蹴ろっか。ゆっくりメット蹴って入って、こっからゴールできるんじゃないかな。頼む、やった。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。